はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まあ、現在こちら、なたぐも山に来ております。そして、あの、家がね、まあ、あの、善逸と森久保さんが戦ったところなんですが、そして私現在、鬼の血を1個飲んでおります。1個飲んでる状態で現在クリエイティブですが、すぐサバイバルモードにいたします。で、今回のちょっとルールというか、をさ、まあ、言わせていただくんですけど、現在、もう一つ別の企画として、鬼殺隊の最終選別で、7日間生き残るという動画を出してるんですけど、今回はそちらを、まあ、ちょっと、似たような形にさせていただくんですが、ルイ君で、しのぶさんと義勇さんを倒すまで、生き残るという形でやっていきたいと思います。で、詳しいルールなんですけど、3回やられたら、まあ、ゲームオーバーという形で、そしてですね、さらに、なたぐも山は、まあ、鬼殺隊は基本出てこないですよね。弱い鬼殺隊は出てきます。でも、柱とかは出てこないので安全なんですけど、あちらすぐ近くにある無限列車があるんですよ。まあ、無限列車はもう柱とかバンバンいるので、あちらでま、倒していくということになるんですが、周りがなんと現在、300マス、バリアというか、300マス以上行けなくなっております。なんか後ろの方なんか、すごいバリアみたいなのが貼ってあると思うんですけど、この枠内で僕は生活することになります。そして、まあ、もちろん、進捗も初期です。まあ、1個飲んでますけど。だから、義勇さんと忍さんに勝つには、まず、血とかを集めないといけなくて、かつ、まあ、装備も集めないといけないと。なので、この300マスの中でしか調達することができない。だから、ま、掘って、行ったりとか、ほら、あそこはもう地獄絵図ですよ。本当に。まあ、上限もいるけど、もう柱もバンバンいるので、まあ、まだ正直近づいちゃいけないかなっていう感じなんですけど、まあ、いろいろ地下に潜って、血をゲットしたりとか。だから、でも、やっぱり、血って限られてるじゃないですか、この300マスの中だと。なので、頑張って、要は同族を倒して、同族からたまに出る血とか、お姉様とか倒すと血がもらえるんですよ。で、もちろん、ルイ君も出てくるから、そのルイ君を頑張って倒して血をゲットしたりとか、していかないといけないかなと思います。で、鬼殺隊を倒して鬼の進捗を上げたりとか、まあ、炭治郎、善逸、伊之助のうち誰か倒さないといけないので、頑張って誰か倒して、鬼の進捗を上げたりと。はい。まあ、ルイ君に勝利したりとかね。で、これで、やっていくという形ですね。ちょっと説明が下手ですけど、まあ、とりあえず、ベッドを、まあ、持ちまして、3回やられたら、敗北。そして、やられたら血は、一応、持ち越しというか、で、許してください。例えば3個飲んでる間にやられたとしたら、まあ、3個飲んでいいという形で、ちょっとやらせていただきます。ということで、じゃあ行きましょうか。はい、ゲームモード。サバイバル！こっから、とりあえず、これだね。オッケー。で、もう鬼殺隊襲ってきます。襲ってくるので、まずは食料。食料をゲットしたりとかしないといけないんですけど、まだね、無限列車は通れない。行ったらやられる。でも逆に言うとこれね、このなたぐも山は安全なんですよ。前みたいな詐欺山みたいに敵はそんなにいない。まあ、毒蜘蛛がちょっと厄介かなぐらいな感じ。だから、びっくりした！やばい！やばい！助けて！鬼助けてよ！痛い！何？あ、違う、毒か。やばい！待って、体力！やばい！ちょっと待って、ご飯！誰かご飯をください！やばい！ちょっと待って、鬼殺隊倒すか？倒せるかな？鬼殺隊倒して、鬼殺隊の食料、おらー！よし、いける。あー、もう雲来ないで！ちょっと、くそ！待って、雲がやく、鬼殺隊落ちてる！鬼殺隊落ちてるって言い方あれだけど、よし、食料、貴重なタンパク源です。ディスカバリーチャンネル、ありがとうございます。おら！外した！まずはちょ、食料確保ですね。おら！よーし！来てる！よし！これね、たまにね、呼吸持ちがいるんですよ。呼吸持ちがいたら僕多分一撃でやられます。そこら辺はちょっと怖いんだけど、待って、これ呼吸で倒して、待って。鬼殺隊落ちなかったな、今。これ、ご飯になるので、貴重なタンパク源です。はい。これを食べて、まあ、鬼は、非常に、お腹がこの鬼殺隊を食べると回復するのでね。で、ここに類艇があるんだけど、類くんの、場所？これさ、なんか入ってたりする。なんかね、確か糸しか、でも、ご飯かなんかないかい？
糸しかなかった気がするんだけどな。やばい、ちょ外に出るしか。あ、樽の中に、樽の中になんかあってくれ、ない、あってくれ、ない。クモの糸一応持ってく。まあ敵が来た時に防げるかもしれないから、うん、まあでも一応まあここを拠点にするっていうのはなきにしもあらずかなっていう感じかな。まあでもやっぱりあのまずは血とかを集めないといけないので、外に行きましょう。ナタグマ山よりちょっと外に出て、まあもちろん無限列車は無理だけどね。あ、牛いるじゃん。あそこの牛とか倒しとくのもありか。なに、くっ、あー来てる。大丈夫、呼吸持ちじゃないで。あー大丈夫大丈夫大丈夫、あ大丈夫、あやばいやばい、はっ、よっしゃ危ねー、お、よしよしよし、来た来た。これこれ、私がこれあの鬼殺隊を倒す理由これです。回復、回復もこれ一応落としたらあの使えるので、その代わり耐久値はもうゴミですね。はい、だから倒して集める。いやでもやったぞこれ、オッケー。これつけとくか、耐久で38、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫だ。よし、これでちょっと耐久上がったから戦えるのでは。ちょっとこれ雨やだな。じゃあちょっとさ、砂漠行ってみるか、あの中、あそこ。いやでもあそこは、あそこでも無限列車近いから怖いな。やばい、反対側だな、無限列車と反対側に行こう。こっちださっきの牛がいたところあたりで洞窟っていうか下に掘ってなんか見つけようよ。ここここここ、あ、ほらほら、なんかあるよ。あれあれあれだよ、仕組んでないよ。え、止まった、え、ちょっと止まったんだけど、えー。ほらー、あれなんで止まんの、ちょっと待って待って待って、やばい、ちょっと待って、まずい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 、まずい、待って待って待って、まだやめて、やばい、危ねえ。どんぐらいでやられるのかわかんない、鬼殺隊の強さがわかんないからさ、早くちょっと鬼の血が欲しい。もうちょっと、もうちょっと鬼の血をくれ私に。うえ、いや、この雷は味方ぞ。大丈夫大丈夫、味方味方味方、このドンドンドンは味方だから大丈夫だ。多分増白天か、ウロギかな、誰だ誰だっけ、行っちゃうか。ふっ、大丈夫大丈夫だ、よし。で、待って、あ、いや、しまった、木を持ってきてません。うわうわうわ、ちょ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 、危ない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 、やばい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 、あばばば、助けて助けて、お助けお助け、やばい、終わる。あ、どんね、助けて助けて、誰か、鬼、鬼さん助けて、ありがとう、よし、いやー、ありがてー、5人もいる。やっちまえ、ちょ、やばい、待て、毒蜘蛛がまずい、やばい、ちょ、一回一回って、頼む、下鬼助けてくれ、下鬼、どけた、よしよし、危ねえ、危なかった、はい、危ねえ、危なかった今、危ねえ、ちょっと、やっぱ鬼殺隊に普通にやられるって、これ油断してたら。待って、一個進捗ってか、鬼の血を集めなければ。いかんね、これ。待って、やばい。え、どうするこれ、やっぱさっきのあの洞窟行くか。ちょっと、あの、木がなかったから行くのやめて。よし、よしよしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。行け、鬼隊。鬼隊頑張れ。鬼が引きつけて、おら、一気に倒す。いいぞ、いいぞ、いいぞ。行け、行け、行け、鬼隊、鬼隊。いいぞ、進め。おら、あ、やばい、呼吸持ちだ、呼吸持ちがいる、ダキいる、ダキさんいるよ、ダキさんいるよ、ダキ先輩いるじゃん、やべ、おっぷね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 、落ちそうになった、あ、エム先輩、ダキ先輩、どうも、はあ、どうもこんにちは、先輩がいる、ありがてえ、ありがたい、あれ、いて、なに、なに、ちょっと待って、やっぱり、私やだよ、これで苦戦するって何、ちょっとまだ聞い取ってないって、まだ聞い取ってない、上の方って聞い取るぞ、これ大丈夫かな。